さん、お疲れ様です。おーちゃんです。明日ね、母の日ですね。母の日、皆さんカーネーションお母さんにあげますか？私一応買いましたよ。一応カーネーションね、スターチ買いましたよ。お金ないのにね、お金ないのにカーネーション買いましたよ。まあね、知らないから、みんな家族親族、俺が株で爆走してるの知らないからね。買わないとおかしいでしょ。だから金がねえのに買いましたよ。結婚してるとしょうがないっすよね。皆さんもそうじゃないですか？買いたくもねえもん買ってないですか？まあ、そんなこと言っちゃダメですよね。感謝の気持ちですよね。気持ちだから花を送ったってすぐ跳ねちゃうのにね。まあ1年に1回ですよ、花を送るんだって。買いましたよ。まあちょっと皆さん、ちょっと申し訳ないんですけどね、私ちょっともう疲れちゃってね、疲れちゃって、これからちょっと短めの動画をちょっと作っていきますんで、皆さんのね時間も取りませんので、動画見てください、見てください。ちょっと2日置きとかになっちゃうかもしれないですけどね、いろいろあって、いろいろあるんですよ、すいません。ちょっとね、お詫びの動画になります。ちょっと物足んないかもしれないですけど、ご了承ください。あのね、あの仕分けね、仕分け株どうなるんでしょうね。全く分かんないですね、全く分かんないですよ。週明け株価上がりますかね、下がりますかね。あのね、ダブルインバース買ってるんでね、でも下がってくれっていうのもなんか変な話ですよね。下がって、株下がってくれっていうのも変な話だと思いますよ。本当上がってもいいんだから。複雑ですよ、こっちも買っといて、買っといて、複雑です、複雑です。ああ、あと何も、あとはね、あの優待なつしか持ってないんで、なんか買おうかな、なんか売ろうかな、なんかね、何も思いつかないですね。あ、なんか今ね、なんか前の車なんかおかしいよ、車よ、前の車が。ブレーキ踏むじゃねえ！前の車40キロくせにブレーキ踏んでよ、ぶつかりそうになっちゃった。まあ、あの、疲れてる人もいるから、まあ、しょうがないっすね。そんなことでね、イライラしてるようじゃ、株で勝てないっすね。まあ、もう一回ね、もう一回勉強しますよ。勉強しますよ、まあ。さあ、爆発を詰めば、しかしさあ、すいません、ちょっと、爆走してるんで気が出てるんですいません。爆走してるのにお金使っちゃってね、気が出ちゃってすいませんでした、もう。ちょっと、公的に守れてるとこうなっちゃうんでね。そういうわけで、ちょっとこれからは、もう、ダメっすよ。ダメっす、もう。ダメなんで。ダメなりに、ダメなように、ダメ人間やっていきますよ。ダメ人間演じて、ダメはダメなりに、ダメなダメで、ダメなんで、ダメなことをダメで、ダメでやっていきますんで、これからも、よろしくお願いしますよ。今日の短いけど、こんな感じで、すいません、皆さんもね、あの、体に気をつけてね、ストレスに気をつけて、終電サラリーマン、頑張っていこうかーい！いやー、ちょっとね、急遽ね、一個追加しますけどね、さっきね、クマ見たんですよ、クマ。初めて見ましたよ、クマ。人生で。びっくりした。運転してて、山道運転しててね、初めてクマ見ましたよ。今ちょっと警察にね、連絡したんですけどね、クマですよ。普通にね、国道にね、クマ見ましたよ。道がいっぱい車いるんですけどね、いっぱい車がいるところにね、クマがいましたよ。びっくりした。あれ、自転車とか、ね、バイクとかマジ危ないんでね。ちょっと今、ちょっと警察にクマ出ましたって言ったところです。いやー、びっくりした。これちょっと自分のただのね、記録ですね、これ。びっくりしますよね、クマなんてね。出ますね、今、クマが。ちょっと皆さんもね、クマ気をつけてくださいね。結構活発なんかもしれないですね。初めて出ましたからね。ということでね、皆さん、